今週は6月23日から28日までの話題を6つお届けします。まずはこちら、6月24日に開催された荒川遊園水辺フェスタの模様をお伝えします。荒川遊園水辺フェスタは隅田川の水辺空間を活用することでにぎわいを創出し、多くの方に荒川区の魅力を感じてもらおうと毎年開催されているものです。地元商店による物販コーナーや区政 PR コーナー、愉快なストリートパフォーマーによるパフォーマンスショーなど、園内の至るところで様々なイベントが行われました。荒川遊園スポーツハウス前では、荒川区と交流のある5つの全国連携自治体が特産品の販売や観光 PR を行いました。はい、草加といえば三大地場産業がございまして、草加せんべいと、あと、染めの、これはうちわとですね、手ぬぐい、あと比較で草加せんべいの形をしたコインケースとチャームを販売しております。ぜひこれで知っていただいて、草加市の方にも足をお運びいただければと思います。よろしくお願いします。石狩町はですね、東京から北に120キロぐらいのところにありございまして、原風景が残った安らぎと憩いの町ということになっています。石狩町は、食料増産の頃にね、市貝トマトということで国の指定産地指定を受けまして、有機野菜を未だに作ってます。で、糖度が高くてですね、青くても甘いという、水に入れると下に沈むんですよね。そういうものを持ってみまして、ぜひ多くの方に食べていただきたいということで、値段ではなくてね、そしてこれで交流が深まればということでやってまいりました。はい、はい、遊園内に設置されたスタンプを集めて回る水辺スタンプラリー。スタンプを3つ集めると先着500人にアラボーオリジナルのスケッチブックかノートがプレゼントされました。こちらは観光所 PR コーナーです。小具消防署のコーナーでは消火器や DQ ポンプを使った放水が体験できたほか、防火服を着て記念撮影ができました。道路公園課のコーナーは、みんなで楽しく種団子を作ろう。土を丸めて泥団子を作り、そこに花の種をつければ種団子の完成です。1週間ほどで芽が出て、いろいろな種類の花が楽しめるそうです。ふれあいハウスの2階では親子で楽しめるワークショップが行われました。こちらではですね、ペットボトルありますね、こういうペットボトル、それを再生して風鈴、ペット風鈴というふうな名前で呼んでます。こういうものを作ってます。それとあとは石アート、ストーンアートですね。それで石を自分の選んでですね、形に合わせていろんなその絵を描いたり、子どもたちなんかもすごくね、楽しく絵を描いて持ち帰ってますけど、非常に楽しそうにやってますね。朝から降っていた雨も昼前にはやみ、今年はおよそ6800人の方が荒川遊園の水辺フェスタを楽しみました。今年12月からリニューアルのため休園する荒川遊園ですが、多くの方でにぎわっていましたね。9月には都立塩入公園を会場に塩入水辺フェスタが開催される予定です。続いてはこちら、2つの話題をまとめてお伝えします。6月23日由比の森荒川で人生に文学を第12項オープン講座が開催されました。公益財団法人
日本文学振興会の主催により行われている人生に文学をオープン講座。文学とリアルな人生の関わりについて作家が語り、読書や授業だけでは得られない学びを得ることを目的としています。今回講師を務めたのは小説家の石田衣良さんです。テーマは東京のアップ&ダウン、小説で街を描く。永井荷風の木刀奇譚と半村亮の石の血脈を中心に、東京の山手と下町出身の作家の特徴を比較しながら、自身の創作の原点や舞台としての東京の魅力を語りました。正確な統計は取っていないですけれど、東京出身の作家で考えたら、いまだに下町の作家の方がずっと数は多いと思います。自分の生まれた文化に馴染まない、その違和感だったりする、そういうものがより遠くのもの、あるいはより大きな嘘、あるいは、消えていく江戸の文化みたいなものに、固くされて一つの作品になっていくという、そういうあの小説の不思議っていうのがありますね。また講座の最後には質疑応答の時間も設けられ、会場全体で文学の面白さを分かち合っていました。石田さん、結構好きな、作家の一人でしたので、まあ、結構楽しく話が聞けてよかったです。文学というものを身近に感じることができました。6月24日荒川地区で社会を明るくする運動街頭パレードが行われました。社会を明るくする運動は、犯罪や非行を防止するとともに、罪を犯した人たちの更生について理解を深めてもらうことで、明るい社会を築いていこうという全国的な運動です。7月の協調月間に先立ち、この日荒川地区で街頭パレードが行われました。パレードは荒川公園を出発し、荒川中央通り、おたけ橋通り、明治通りを抜けて、再び荒川公園に戻るおよそ2キロの道のりです。荒川地区の防犯協力団体など32団体およそ900人が参加しました。第一定団の先頭を行くのは、ボーイスカウト、ガールスカウト、コテキ隊です。第二定団では、第三ハケタ小学校金管バンドや第二ハケタ小学校よさこいソーランに続いて、地元の町会、自治体の方々がパレードしました。雨が降る中での開催となりましたが、犯罪のない明るい社会を築けるよう、地域の皆さんに理解と協力を呼びかけていました。犯罪とですね、それに関する、まあ、予備的に防いでいただくというような気持ちでやっております。こういう敵にもかかわらず、人数としては、十二分な参加でございます。ありがとうございました。人生に文学を、第12項オープン講座、社会を明るくする運動街頭パレードの話題をお伝えしました。続いてはこちら、3つの話題をまとめてお伝えします。6月24日 JR 貨物隅田川駅構内の隅田川日送センターで、荒川消防団消防操法大会が行われました。模擬団長のもと、荒川消防署管内の防火防災活動に携わっている荒川消防団、8つの分団で構成され、日々訓練に励んでいます。消防操法大会は、分団ごとに日頃の訓練の成果を競い合うことで、消防活動技術の向上と訓練成果の確認を図ることを目的に毎年開催されています。今回は8つの分団から合わせて176人の団員が参加しました。
各分団が披露するのは下半ポンプ奏法です。指揮者1名、隊員4名が連携してホースを延長し、標的に向かって放水。その後ホースを1本増加して再び放水するまでのタイムと技術を競いました。審査の結果、見事優勝したのは第5分団です。表彰式では団員の皆さんに優勝旗とメダルが贈られました。なお大会の結果はご覧の通りです。6月25日サンパール荒川で航空保険講演会お口のはつらつ元気塾が開かれました。これは65歳以上の方を対象にいつまでも元気で食事を楽しんでもらえるようにと行われている講座です。口の健康をテーマにした講演会と歯の手入れの仕方などを学ぶ実技編が2日間の日程で行われました。初日のこの日は講演会。講師を務めたのは日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座教授の野本隆人さんです。野本さんからは誤嚥性肺炎が起こるメカニズムや予防方法などが紹介されました。一旦胃に入った食べ物が逆流してしまうと、そこで胃酸に浸された食べ物なので、ストンと気管を通って肺に落ちてしまうと一発で肺の細胞がやられちゃうんですね。なので皆さんご飯食べた後絶対すぐ寝ちゃダメなんですね。昔の人はすぐ寝ると牛になるとかって言ってましたけど、牛にはならないんですけど誤嚥性肺炎にはなる可能性があるんですね。なお講演会の模様は9月17日からの荒川情報スクエアで放送する予定です。6月28日、黒川学園黒川幼稚舎の園児たちから荒川区へ七夕の笹飾りがプレゼントされました。お揃いの浴衣を着た藤組、桜組、すみれ組の園児30人が高梨教育長に笹飾りを手渡しました。笹飾りにはハートの形や星の形をした短冊に子どもたちの願い事や将来の夢が書かれています。短冊には何て書きましたか？ロゲマル。ペットショップです。キープールに練習して大きくなってできるようになりたいです。子どもたちから贈られた笹飾りは区役所1階ロビーに飾られ、来庁者の目を楽しませていました。今週は6つの話題をお伝えしました。以上、ウィークリーニュースでした。